はいいですよ。デブでーす。今日はマジシャン紹介、からくり通りさんマジシャン紹介、こちらです。ムカつきまーす。お名前は？はい、ヨシノミズホです。はい、よろしくお願いいたします。紹介したくないからやめまーす。ちょっと待ってくださいよ。あのマジシャンなんです。マジシャンなんですけど、はい、マジックが あまり知らないんですよね。そうなんですよ。マジックよくわからないんですよね。マジックよくわからないのに、30分ショーできちゃうんですね。あ、まあそうですね。ノリで。それが大人気なんです。そうです。びっくりですよね。はい。どんなお客様が得意ですか？あ、おじさんとか。はい。おじさんみたいな。あ、先生ぐらいのおじ様もそうですけど、はい、でも だいたい誰でも大丈夫です。誰でも大丈夫です。はい。子供ショーとかどうですか？キッズショーとか。キッズショーもやります。すごいですよね。はい。で、マジシャンの人たちの前ではやるんですか？あんまりやったことないです。この間すごかったですよ。マジシャンの前でやったんです。うん。次にやるネタは、マジシャンズチョイスですって言ったんですからね。びっくりですよね。言っちゃった言っちゃったっていうね。なんかだってマジシャンズチョイスって先生に習ってたんで、マジシャンズチョイスって言っちゃいけないなんて習ってないし、なんか種明かしになっちゃうってことなんですよね、それ言っちゃうと。こんな人ですね。まあいろいろあると思いますけども、この後ね、いろいろとまたマジックとかも見せていただいたりします。はい。いろいろね、質問もしたりたいと思います。はい。からくり通りじた吉野瑞穂、よろしくお願いします。お願いします。